マルクトレドビッツは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区の文字イーデル、イム・フィヒテル・ゲビルゲ軍に属する大規模軍所属し、この市は、ケサイン山のふもと、ドイツとチェコの国境から約15キロメートルに位置する。マルクトレドビッツは、当時は、単に、レードイツへと呼ばれていたが、1140年に、初めて文献に現れる。1339年。 皇帝ルートビヒデア・バイエルンは、レドビッツをバルトザス戦修道院に譲渡した。修道院は、この小さな町を翌年には、帝国自由都市エーゲルに売却した。1816年に、レドビッツは、最終的に、バイエルン王国領となり、1907年には、ついに都市権を獲得した。何世紀も前に得ていた、マルクトのタイトルは、今や、地名の一部となった。 1919年、マルクトレドビッツは、軍独立士となった。1972年の自治体再編の時代に、マルクトレドビッツは、軍独立士を創出し、ブンジーデル・イム・フィヒテル・ゲビルゲ軍に編入され、この軍に属する大規模軍所属士となった。2006年、マルクトレドビッツは、国境を越えて、マルクトレドビッツ・エーゲル演芸展を開催した。市役所本は、 公式には27の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この市に隣接する自治体は、オーバープファルツ、ティルシェンドイト軍のバールダースホーフ、ペヒブルント、オーバーフランケン、ブンジーデル、イムフィヒテルゲビルケ軍のバート、アレクサンダースバート、アルツベルク、ブンジーデル及びティエルスハイムである。マルクトレドビッツは国境を越えて、 ヘップへ向かう路線を含めて4つの方向から幹線が合流する極めて重要な鉄道の交差点にあたる。かつては大規模な駅施設を有していたが近年縮小されている。マルクトレドビッツはアウトバーン A93 ホーフレーゲンスブルク線のインターチェンジに直接アクセスできる。連邦道 B303 や B15 も市内を通過している。第二次世界大戦後、 マルク・トレドビッツ駅は、ローマ・ミュンヘン・ベルリン・ストックホルムの路線と、パリ・ニュルンベルク・プラハの路線とが交差するヨーロッパの転車台として、1日100本もの列車が4つの方向へ向かって発車していた。ドイツ祭統一の際もマルク・トレドビッツ駅は重要な役割を演じた。多くの逃亡してきた DDR の市民にとって、この駅は、チェコ経由で西ドイツに入った。 詰め込みすぎの列車から降りる最初のチャンスであった。これらの難民たちはマルクトレドビッツから全ドイツに散らばっていったのである。近年ではドイツの鉄道網においてこの駅はその重要性を現じている2006年の国境を越える演芸店ではマルクトレドビッツとヘプトの間の単線路線に多くの列車が運行された。 マルクトレドビッツ及びその周辺地域に存在する主な企業は以下の通り。他には大型ショッピングセンターである各区がある。マルクトレドビッツには屋内プールと屋外プールがあり、これらは2006年の園芸店を機に改修された。スポーツへの参加を促すプログラムを実践しているスポーツジムや体育館、競技場などもいくつかある。また、 新しく建てられた映画館も観客を集めている。毎年、メイポールから民族祭、射撃祭を経て開拓祭まで、8月の終わりに行われるマルクトレドビッツの切る場を含めて、1年中何かしら催しが行われている。特に7月の中旬に行われる旧市街祭りは、格別楽しみが多い。多くのマルクトレドビッツ市民や、このを訪れたゲストが、 この伝統的な祭りの参加者となる。2年に一度、9月最初の週末には、エーゲルランとの日の催しが行われる。ありがとうございます。